将来、日本相撲協会を背負って立つことが期待されている元横綱・稀勢の里こと二所ノ関親方、37しかし、親方本人は62年ぶりの肝心大相撲を欠席しゴルフにかまけ、弟子の悪質なあるハラ疑惑は隠蔽、隠蔽、する始末。率いる部屋の統制が全く取れていないという。前後編の後編。前編では 親方が能登半島地震の被災地への寄付を目的とした、肝心大相撲を欠席し、ゴルフを楽しんでいた件を報じたが、親方の問題はこれだけにとどまらない。なんと、看板力士が未成年の若い衆に印象を強要するなどの悪質ないじめを行い、親方が隠蔽に走るという事態までもが生じてしまったというのだ。猿二所ノ関部屋の講演会関係者によれば、 昨年3月に初土俵を踏んだ番付貝の総勢山総勢山19という若い衆がいるのですがある時期から一部の弟子たちが彼をいじめ出したのですそうしたところあの大の里が調子に乗り先頭に立っていじめをエスカレートさせていったと聞いています特にひどいのは総勢山が風呂に入っている時で大の里が後から酒を携えやってきて風呂場で飲め と強要するらしいのです断りきれない総勢山が大量の酒を飲まされ酔いつぶれてしまうと大野里はその様子を面白がって笑うのだとかどう